ございます。海外移住相談窓口ナンシーが受けたまわります。本日はどのようなご用件でしょうか。それではまずは予約番号をお伺いしてもよろしいですか。日本の N、 紅茶の T、 マレーシアの馬、キュウリのキュウちゃんの Q、 おばきゅうの Q、 キュウリの侍の Q、 サンキューの Q でよろしいでしょうか。キュウリのキュウちゃんの Q はこれはアルファベットの Q でよろしいですか。キュウリの侍の Q は数字の Q でしょうか。おばきゅうの Q はローマ字の方ですね。ありがとうございます。本日はお問い合わせありがとうございました。また何かございましたらお電話お待ちしております。皆さんこんにちは。海外移住を応援するナンシーです。今日は BPO という働き方のことを改めてお話ししようと思います。マレーシアとかタイとか東南アジアの駐在員の方ってたくさん見受けるんですけれども、駐在員の方以外でここのマレーシアとかタイに来ている人ってほとんどの方が BPO のカスタマーサポートっていう海外移住の仕方をしているんじゃないかなと思います。最近マレーシア移住が何気に注目されていて、海外移住といえばマレーシア移住でしょうみたいな感じで話題になっています。マレーシアには日本人が働く会社が本当にすごいたくさんありまして、年々増えているようなイメージがあります。10社以上の会社で皆さん働かれているので、まあ転職するときもですね、選びやすいっていうのがあったりします。マレーシアの海外移住といえばカスタマーサポートとかチャットサポートかなっていう印象がだいぶ強くなってきたと思うんですけれども、正直誰でもできそうな対応じゃないですか。日本語さえ喋れれば、日本語が武器になる仕事、ぶっちゃけね、そうなんです。誰でも正直できます。何か大きなスキルが必要なわけでもありません。ボンビーガールでカスタマーサポートのね、仕事が取り上げられてからだいぶ知名度が上がったんですよね。私もあの時ボンビーガールでタイバージョンかな見たんですけど、あ、こんないい暮らしができるんだって憧れましたもんね。もし日本で貯金がちょっとできなくて仕事も大変で人間関係に悩んでいて辛いなっていう時は、それをきっかけにマレーシア移住検討してみるのは全然ありだなって私は思っています。ただ大変なこともたくさんあるし、会社とかの条件に合わせなきゃいけないっていうこともたくさんあるので、誰でも気軽にマレーシア移住できて、どんな日本人も働きやすいし合ってますよっていうわけではないと思います。私がこうやって YouTube でマレーシア移住おすすめですよっていういいこととか悪いことをお伝えしている理由は、もし日本よりもこっちに来て苦労する、お金とか金銭的とか苦労するんだったら全然おすすめしてないと思うんですね。例えば生活ギリギリの給料しかもらえなくて昇給も見込めない、転職も難しい、日本より税金が高くてたくさん持っていかれちゃう、海外にいるのに日本に税金を払い続けなきゃいけない、それが結構高額とか、海外に来たことによって不利益を被るような金銭的に苦しめられるようなことがあるんだったら、私 YouTube でこんな風におすすめしてないし、自分自身も海外移住してないんですよ。私投資っていうのはちょっとまだ怖くてやってなくて、勉強してはやめみたいな感じですけど、お金を稼ぐことって大好きで、自分で稼いだお金で趣味で旅行行ったりとか、まあ、英語力を上げるために何か取り組んだりとか、自分のお金で何かをやるっていうことが好きなんですね。だからできれば会社員で安定して固定収入を 得続けたいというふうに思っていて、安定して稼ぎ続けたいと思った時に、日本にいるより絶対マレーシアにいた方がお金って貯まっていくんですよ。どれだけ浪費をしたとしてもマレーシアの方が断然貯まると思います。例えば去年 EPF 年金制度加入しまして、日本の年金って払った分全額戻ってくるっていう保証はないですけど、マレーシアの場合の年金は勝手に運用してくれていて、投資型の年金なんですね。自分が50歳になって受給される時になると、払ったお金よりも多く戻ってくるんですよ。もう日本の感覚でずっといたから、年金っていうのは確実に自分が払った分がもらえるものではない、払い損だみたいなイメージがとても強かったので、マレーシアの年金制度が本当にすごいなって思ってるんですね。今ね、だいたい毎月1000リンギットぐらい、3万円ぐらい年金が引かれてます。いいところはまだまだ続きまして、私の会社の場合は1年働くと昇給制度があります。プロジェクトによっては1年働いた後に1200リンギット給料が上がるっていうところもあります。めちゃくちゃ羽振りがいいですよね。私のプロジェクトはそんなに上がらないにしても、まあちょっと 5、6% くらいは上がるわけですよ。だから1年働いたら昇給していくって考えると、日本よりも全然昇給率も高いですし、このプロジェクトいいな、働きやすいなって思ったら頑張って続けたらいいだけなんですよね。それだけでもモチベーションアップにつながりませんか。
ていうのがですね、イメージとしてはなんか会社に派遣されてる、クライアントさんに派遣されてるみたいなイメージがあるので、派遣社員と勘違いされやすいんですけど、派遣社員ではなく、ちゃんとした正社員、フルタイムの正社員です。ホテルで働いてた時もそうなんですけど、清掃業務だけ清掃会社に依頼して、その清掃会社が任されているみたいなことがありました。つまり BPO もカスタマーサポートという特化した業務だけクライアントさんに依頼されて任されてるっていうだけなんですね。だから派遣社員というわけではございません。どんな仕事を任せていただいているかっていうと、今言ったカスタマーサポート、電話対応、チャットサポート、メールサポート、あとはコンテンツチェックですね。最近 SNS がすごい発達してきているのもあるので、そのコンテンツが暴力的でないかとか、性的ではないかとか、何か規約に違反してないかっていうのをチェックする仕事もございます。カスタマーサポートもそういったコンテンツチェックも、まあまあ夜勤の仕事もありまして、平日の日中だけ働ける仕事っていうのはなかなか少なかったりします。24時間体制だったりとか、仕事が終わるのが12時のシフトがあったりとか、朝は6時から働いたりとか、会社によってプロジェクトによって様々です。なので夜勤をしたくないっていう希望はなかなか面接の時には言いづらかったりします。それを言ったことによって、じゃあうちの部署では無理ですねっていう風になってしまうこともあります。なのでシフトのことに始まりですね、いろんな会社の条件に自分が合わせていく形になるので、思ったような希望とか条件がたくさんありすぎると、海外移住ってそんなに簡単ではありません。あとはもう雇用が正社員なので、雇用お試し期間みたいなものはありません。自分の好きな時に合わなかったら辞めるみたいなことは基本的にはできません。一応半年間は研修期間があるので、その間に会社から解雇を言い渡されることはあるし、まあ、もちろんどうしても辞めたくなったら辞めるっていうことはできるんですけれども、罰金があります。会社は私たちが日本からマレーシアに行くときにいろんなサポートをしてくださるので、ビザのお金とかホテルのお金とか飛行機のお金、いろんな保険のお金、そういうお金を返金する必要があります。なんか罰金っていうペナルティというふうに言うから、まるで自分がお金を払わなきゃいけないみたいなイメージを持たれがちなんですけど、自分にかかったお金を返すっていうイメージですね。実際には会社によってかかったお金、自分にかかったお金よりもプラスしてプラスアルファを払わなきゃいけなかったりするんですけど、それは本当にね、会社に負担をかけたっていう、半年以内で辞められてしまうと会社にもやっぱり負担がかかるので、その分だと思ってください。実際に半年以内に退職したメンバーたちは7000から1万リンギットぐらい支払って退職しています。7000から1万リンギットっていうのは約30万円ぐらいです。それを支払ってから退職することはできます。なのでお試し期間みたいな感じで来て、やっぱり合わないから辞めようみたいな気軽な感じでは入社はできません。で、日本人の場合はですね、マレーシアに来るにあたって絶対ビザが必要ですけれども、その場合は最低5000リンギットお給料もらわないとビザが発給されません。つまりアルバイトみたいなパートタイムで5000リンギットっていう収入はなかなか得ることができません。しかもその会社がアルバイト雇用なのに、わざわざ日本人のためにビザを発給するっていうのはほとんどない、可能性ゼロなので、アルバイトで雇用されたいと思ってもなかなか難しいと思ってください。で、最近流行りのノマドビザなんですけど、ノマドビザも毎月8000リンギット以上の収入が確定されていないと発給されないっていう風な条件がちょっと厳しかったりします。で、マレーシアの BPO はですね、本当にいろんなストレスとか、まあ、聞いたりもするんですけど、そういうのに慣れてしまえば、長い目で見れば働きやすい環境かなと思います。 BPO という仕事だけで7年も8年も10年も働いている方も本当にたくさんいらっしゃいます。その7年とか8年とか10年の間に自分のスキルアップ、もちろん英語力もそうなんですけど、スキルアップをして転職もしやすくなったりとか、このままマレーシアに住んでいようかっていう方も本当にたくさん見受けます。で、コンドミニアムの契約って大体1年なんですね。もう1年を待たずに契約を解除して他のところに引っ越しをする場合は 100% デポジットは戻ってきません。オーナーさんがすごいいい人だったら一部戻ってくるかもしれませんけど、デポジットって20万円ぐらい払ってたりするんですね。それが丸々戻ってこなかったりします。私もね、サイバージェアにいきなり引っ越しが決まったので、前のクアラルンプールの家とサイバージェアと同時に契約してた時期があるんですよ。家賃をどっちも払ってたんですね。で、交渉して早めに退去したら、デポジット戻ってきませんかねって交渉はしてみたんですけど、ダメでしたね。だからもうどっちもキープしてました。たまにクアラルンプールも行くし、
まあ、ちょっとずつ引っ越しをすればいいやって思ってこっちの家からグラブでちょっとずつ毎週毎週荷物を持ってきてたっていう感じですね。だから最初の契約書にある通りデポジットっていうのはほとんどの場合戻ってこない、オーナーさんがいくら優しい人でも戻ってこない場合もあります。何が言いたいかっていうと突然のことに順応できるかなんですよね。いきなり解雇になったらいろんなことが起こるんですよ。コンドミニアムも解約しなきゃいけないかもしれない、その場合デポジットが戻ってこないかもしれない。じゃあタックスクリアランスはどうしたらいいんだろう、リリースレターはないけど転職はどうしたらいいんだろうみたいなことが一気に自分にのしかかってきます。そういう土壇場で自分がちゃんと対応できるか、焦らずに対応できるかっていう力が試されたりします。日本みたいに役所に行けば雇用保険のことを説明してくれたりとか、解雇手当がなんか会社がもう自動で振り込んでくれたりとか、有給消化自動でしてくれたりみたいな、他力本願で会社とか役所にお任せしている人たちはちょっと海外に来ると難しかったりします。自分で調べて自分で動ける人が生き残れるんだと思います。 BPO は一応正社員とはいえボーナスってありません。直雇用だとボーナスがつく会社が目立ちます。しかもその額が普通に日本の給料よりも日本のボーナスよりもいいですよね。70万円ってもらったことないです私は。これ日本円にしたから高く感じるっていうのも実はあります。最近リンギットがですね34とか35ぐらいになっていて日本円が弱くなってるんですね。というかリンギットがここ数年めちゃくちゃ強くなってきているっていうのもあるんですけど、日本円に換算すると金額が上がるんですよ。だから家賃とかもそんなに家賃高いのって思うかもしれないんですけど、日本円が弱くなってるから高く感じる。給料も同じで日本円が弱くなってるから高く感じるっていうだけですね。マレーシア国内にいる限りでは別にそんな同じ1000リンギットは1000リンギットだし2000リンギットは2000リンギットなんだけど、日本円が弱くなってます残念ながら。じゃあ次に教育移住についてお話しします。最近本当に教育移住でこちらに来る方もたくさんいらっしゃいます。海外移住をするにあたって教育移住をされる方で共働き、ご夫婦2人とも働かれるってあんまり聞かないんですよね。お父さんかお母さんどちらかはお子さんを育てることに集中するっていうこともよくあります。つまり片方のお母さんかお父さんどちらかが働いている収入だけでも十分暮らせるっていうことなんですよね。保育園だったりとか幼稚園、小学校全然払えるってことなんですよ。マレーシアって屋台もまだまだ全然100円200円で買えたりしますし、食費はかなり抑えようと思えば抑えられます。そうするとね、お子さんが2人とかいてもそういう風にやりくりをうまくしていけば夫婦どちらかご一方の収入だけでも十分に生活ができます。で、学校はピンキリなのでローカルの安くて安いんだけど先生のスキルもとても高いっていうところもあれば、まあ、ちょっと高額なんだけれどもっていうところもあります。ただ学校のネガティブな話っていうのは本当に聞いたことがありません。ただ一つだけ挙げるとすればマレーシアってみたいなのがなんか若干あるみたいなことは聞いたことあって調べると出てくるんですけど、日本の本当に古いね昭和のね2、30年前の風潮が本当にマレーシアにそのまま残ってる感じなんですよ。日本でも私が小学校の時って実は普通になんかことって本当に若干あったんですね。なんか世代がね、世代によってやっぱこれって違うんでしょうけど、マレーシアにがあるなんて皆さん信じられないと思うんですけど、調べると出てくるので、まあ、学校の先生と相談するなりしてうちの子供にはそういうこと、そういう教育はしないでくださいっていう風にお願いする方がいいのかもしれないです。まずはマレーシアに観光に来てみてください。まあ、サイバージャイアに来ても観光には不向きなので住むにはいいんですけど、観光するならクアラルンプールがやっぱりいいかなと思います。ぜひクアラルンプールがどんな感じか旅行に一度来てみて、あ、ここなら住めそうだなって思ったらマレーシア移住検討してみてはいかがでしょうか。では今日も一日お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。